今回のネズミはとってもおとなしいので大丈夫かと思ったんですけども、やっぱり夜になるとガサゴソうるさくなりました。ということで買っていたのはこれ。サイレントホイール、ドワーフ。ちょっとこれを開けてみたいと思います。結構静かなんですね。じゃあ早速これを取り付けてみたいと思います。